今年で8回目となった今大会にはアメリカをはじめ日本、ヨーロッパなど世界7カ国からおよそ105人もの空手の強豪たちがロサンゼルスに集結しました。今年の注目は大会3回目の出場となる男子ミドル級の中野颯太選手。2010年の大会では当時17歳ながら実力が認められ特別推薦で一般の部で出場、見事優勝を果たしました。しかし去年は1回戦で敗退。その後拠点をロサンゼルスに移し練習量も増やし満を持して今大会に臨みました。決勝では去年の大会のミドル級覇者ルーマニアのミレル・イアコブ選手と対戦。中野選手が得意技の突きで攻めるとイアコブ選手も同じく突きで応戦。両者攻撃の手を休めることなく一進一退の激しい戦いとなりました。そのまま両者一歩も譲らず4度の延長戦までもつれ込みましたが最後は声援に応えるかのように粘りの戦いを見せた中野選手が判定勝ちで2年ぶりに優勝を飾りました。2年ぶりの優勝ですね。そうです、ありがとうございます。一方女子の注目は2007年にこの大会そして世界大会でも優勝したライト級の伊藤美瑠世選手。決勝戦は伊藤選手と去年この大会で3位となった平岡琴選手との日本人対決になりました。両者一歩も引けを取らない攻防の末伊藤選手が確実な突きと蹴りで見事優勝を手にしました。はい、父に報告したい、はい、その他の結果はご覧のようになっています。男子のスーパーヘビー級ではアメリカのダニエル・ミリセビック選手が去年2位の雪辱を晴らし優勝を収めました。また女子のミドル級はアメリカのエウェリーナ・チェレムガ選手が前蹴りで1本を決め優勝しました。